この僕の力を世界に見せつけるとしよう。小学生カートジャンプ、トドロキサトル、マイティギアズ所属、驚異の VT シャシを持つガイキ、それを操るファイターはこの人、マンガンジタケシ。ビンクリップスリーダー、男勝りのファイトもするぞ、山の木モモ。ナインボールジュニアチャンピオン、そしてマイティギアズの所属、エディ小林。マイティギアズからの参加、国内敵なしの天才騎士、大川騎士。スピードファイトを得意としている華麗なるファイター、丸目クロード。以上の6名が総当たりで予選ブロックを勝ち進む激しいファイトが予想されるぞ。1回戦はこの2人の激突だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。僕に勝てるかな。さあ、かかってきな。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。昇竜撃。
強さだな。僕のクラブに入るかい？ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの2人の対戦だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。は準備に取り掛かってくれ。次の準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。さあ、このファイトは溶岩リングでの戦いだ。グリップ力は倍化するがスピンには向かないぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。マイティギアズの実力見せてもらおうか。この舞台であなたと戦えると全力でファイトしましょう。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。でスカウトしてきた甲斐があったな。
ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。